そうそう。いい。そうそう。そうそう。ちょっと、本名をポイして。マリンちゃん先生のおやつタイム。イエーイ。あいて、テイミッツついて。そう。はい。うん、元気がいてて、膝打った。はい、改めまして、皆さん、こんにちは。はい、今日はですね、マリンちゃん先生のおやつタイムということなんですけれどもね、ちょっと残念ながら、外は、ちょっと天気がね、微妙な感じで、午前中にちょっと降った雨で、椅子とかテーブルとかびっちょびちょにはびっちょびちょになっとったもんで、ちょっと外ではね、外で食レポはこの状態では到底無理無理ということなので、今日は、はい、部屋の中でということになりますが、今から、マリンちゃん先生のおやつタイムということでですね、はい、やっていきたいと思います。今日のおやつはなんじゃらほい。ててん、じゃん、ちょっと映ってるかな、ちゃんと、じゃん、この辺かな、こちら、はい、今日のやつは、先日グダグダ料理教室の番外編ということでね、作りましたヨーグルトケーキですね。はい、ね、前回前にグダグダ料理教室の第60何段やったかなかでやったヨーグルトケーキは、一個一個ね、ココット型に、一個一個作って、ココット型6個分という形でやったんですけれども、今回のリメイクバージョンではですね、21センチの、ケーキの丸型ですね。それを使って固めていきました。はい、なので仕上がりの状態は、切った感じがこのような感じになっております。はい。なんだかレアチーズケーキのような感じですね。はい、とっても美味しそうです。はい、それではですね、早速ですがいただきます。はい、では食べてみたいと思います。うん、はい、うん、はい、まずとてもまろやかなね、口どけって感じで、で甘さもそんなしつこい甘さではなく、どちらかというと少し甘さ控えめかなという感じで、あっさりしていて、でヨーグルトの酸味がしっかり効いていて、であとからこのココナッツサブレーのココナッツの風味が追いかけてきてという感じですね。はい、とっても美味しいです。はい、もちろんこのままで食べても美味しいんですけれども、さらに、ね、よいしょ、こちらの、グダグダ料理教室の第116弾で作りました金柑ジャムの、ね、身もいいかな、ちょっとこの身とこのちょっとソースの部分ね、これをねちょっとかけてな感じでね、食べると一味が違いますのでね。はい、こんな感じで、はい、行ってみようと思います。ちょっと待ってな、よし、はい、ドリドリフルーツソースをつけながらって感じで、うん、はい、でこのね、金柑ジャムの程よい酸味と合わさってですね、また違ったかな、爽やかな口あたりになりますね。とっても美味しいです。なんかカフェとかで出てきそうな感じのケーキに変身って感じですね。フルーツソースを加えることによって、またさらにこのヨーグルトケーキの美味しさが引き出されるという感じになりますね。はい、でこのソースですけれども、今回は、この
金柑ジャムが作ってあったのでしましたが、ブルーベリージャムとか、またいちごのソースとかね、それベリー系のソースをかけていただいても美味しく召し上がれるかなと思いますので、まあ、好みに合わせて思いに楽しんでいただければいいかなと思います。はい、で今回 の, このヨーグルトケーキですけれども、はい、この下のね、ビスケットですけれども、これは今までいろんなの試して、このココナッツサブレが一番合うなっていうのが、ね、あったので、ココナッツサブレを使っておりますが、うん、これも、まあ、好きなものを使っていただいて構わないかなと思いますのでね。はい、そんな感じでヨーグルトケーキリメイクバージョンという形でやっていきましたけれども、はい、手順もね、生クリームをしっかり泡立てて、ヨーグルトと牛乳とゼラチンとレモン汁と砂糖とを混ぜ合わせて型に流して固めるだけという、非常にね、とても楽ちんな感じですので、皆さんもぜひ試してみてください。はい、ということでですね、今回の、マリンちゃん先生のおやつタイム、ヨーグルトケーキを、まあ、ちょっと残念ながら部屋の中でということになってしまいましたが、食レポということでですね、はい、じゃあ今から撮影を終わらせて、美味しくもぐもぐタイムということで、はい、美味しくいただきたいと思います。はい、それでは、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。